はい、どうも。おはようございます。おじさんです。朝5時半になりました。はい、今日は朝の2時半から起きて、出陣前の準備を行っております。洗濯、シャワー いつもでしょうか ちょっと待ってください。あ、すいません、今ねおならしてたおなら最近ね、実はまだ体調悪いんですけど、なんかやっぱりその便秘のせいかなと思って、これねちょっと腸を整えてます。ヤクルト、水をたくさん飲んで、ヤクルト飲んで、その腸の中の悪いものを出そうとしてます。よくはなってきてるんですけど、まだ 100% じゃないです、おじさん。だからヤクルト飲んで元気出そうとしてます。白田さんが作った微生物。L パラカセストレインシロタって書いてます。あ、シェイクジェントリーだって。振った方がいいんだ。沈んでるんでしょうね。また見てます。どこだろう、生産地。ほら、アメリカに来るとヤクルトも英語になります英語ね。おー、ファウンテンバリーって書いてます。ヤクルト USA、ファウンテンバリー。結構ね、砂糖が多いんですよね。アディドシュガー。僕なんか味は悪くてもいいんですよ味は悪くても売れなくなるかその効果が一緒であれば、砂糖が入ってない方がいい、おじさんはね、なんですけど、まあまあまあ、それはさておき、よいしょ。出陣前の準備でいろいろやってて、だいたいもう仕事できそうですまだしてないんですけど今日月曜日ね。一応今日ぐらいから しようと思ってますって先週末話したんで、ただそのトラック的にはできるし、おじさんの体調的にもできるんですけど、その運行管理コンピューターの情報、これから全部、今まではプライムが全部管理してたんですけど、それを全部僕が管理しなきゃなんないんですよ。で、僕が見たい情報が出てこない。なんか多分そのアドミンの設定が悪いみたいで、だからそれはっきりしてから出たいなと思ってるんですよ。じゃないと後で計算が大変計算が大変なことになっちゃうんで、なんかその週何マイル走ったっていうの記録全部取っとかなきゃなんないんですよ。どの週を何マイル走ったみたいな。で、記録取れるはずなんですけど、それでね、でそれをバックオフィスの画面で見れるんですけど、それが今のところ見えないんですよ。だから、まあ多分記録は残るはずだけど、どうかな、どうだね、ちょっとその確認、それがちょっと心配な点ね。じゃないと、こう、ミズーリーから走ってて、イリノイとかに入ったら、こう、録音、ボイスメモに録音、今、イリノイ入り、マイレージ5万。8325マイルみたいな全部記録しとかないとやばいんですよ。だからちょっとそれできないと思うんで、運転しながらだと。
まあちょっと聞いてます。はい、ということでこんなねおじさんの朝ごはん、キャン映ってますか、アメリカン朝食食べて、腸の中悪い体悪そうだけど、このコテコテのが腸の中の通りを良くしてくれる気がして、なんとなくこれこういうのがこういうのがね、いただきます。うんうん、美味しい。ビスケット、うん、これ食べたらまた寝ます寝ます低いんすよ前より。ビスケット、グレービー、ハッシュブラウンで、カセロール、なんかこのタイプね。今回はこのソーセージとなんかちょろちょろ、あとソーセージとなっております。これで9ドル、うん、多分レストランでこのぐらい食べたら25ドルぐらいいくと思う。ティップとか入れてね、モットとか。なんかその体調が悪くなって今回気づいたんですけど、結構僕っておなら結構出るタイプの人間だったんですよ。プップップップだけど今回体調悪くなって気づいたのが、なんかずっとおならしてないなってことに気づいて、もしかしたらそのせいで、なんか腸が詰まってるみたいなね。でなんか慢性的な、まあ出ることは毎日出ることは出るけど、なんか腸の内壁の一部に詰まっちゃってて、硬いうんちがそれが神経を圧迫して腰に痛みが来てるみたいな、自分で診断してます何も分かってないけど自分で診断。ああ。だから水をたくさん飲んで運動して、運動してると体調いいんですよ、動いてると。うん、でもこういうとこに座ったりとかしてるとだんだんなんか調子悪くなってくるんですよ。できるだけ運動しててで水飲んでヤクルト飲んでしてるうちに、なんかおならが出るようになってきた気がするんですよ。まだ 100% じゃないんですけど、体調良くなってきてる気がします
でもずっと言ってますよね、良くなってる気がするするってね。もう1ヶ月以上経ってるけど完治はしてないです。でも仕事はできるかなと思ってます、うん、そのぐらい。今月の末に病院の再チェックがあるんで、そこまで頑張って働いて、で今月の末また病院で見てもらって考える。まだ診断出てないんですよ結局。うん、先生も何が悪いか分かんないみたいな。なんか自分で診断してます。自分で診断。じゃあすいません、ちょっと出陣前にリラックスして食べますので、また後ほど。また後ほど戻ってきます。恐れ入ります。どうも。はい、どうもおじさんです。見えない。お疲れ様です。ということで月曜日、月曜日です。月曜日の夕方ね。で今最後の準備してまして、多分明日から仕事開始、になりそうです。はい、本当は今日からかなと思ったんですけど、ちょっといろいろやってて、まだ仕事してないです。はい、ということでトラックの中がちょっとぐちゃぐちゃなんで、少し片付けて、お片付けで今日中にもうバイク返して、で来ようかなと思ってます。はい、なんかね今日はね倉庫のレントを払おうと思って行ったんですけど、なんかマネージャーさん変わってて、なんか結構僕借りてんすよ、ユニット4つ4つ借りてて、違うんすよその借りた時期が。だからその支払いと、あとはその支払いの時期がバラバラなんすよ。であとはなんかね、半年分一括払うと2ヶ月家賃が無料になるんですよ。だからそうやって払いたいんすみたいなで頼んでやってもらおうとしたんだけど、なんかシステムアップデートしたみたいで、なんかうまくできないから、なんかちょっとテックサポートに聞いてみますみたいな、それ系で、なんか全然払えなくてずっとやってたんですよ。もう先週からやってる、もう1週間ぐらい前から行ってて、払いに3回ぐらい行ってんだけど、お金を受け取ってくれないみたいな。なぜかで今日も無理、今日もできなくて、でなんか1ヶ月家賃無料にしてくれるってことだったんで、なぜか。だから本当はね今日9月の末で切れてんすよ。だからまあなんか何したっけ、いやレントが遅れると払うレイトフィーみたいな
のかかったら嫌なんで払いたいんですけどってお願いしてんだけど、その向こうの都合で払えなかったんで、なんかおまけしてくれました。で、あと1ヶ月またあるんで、その間になんか向こうでシステム直してオンラインで払えるようになったら連絡するんで、そしたら払ってくださいみたいな、なんかよくわかんないですけどそんな感じ、そんな感じです。はい、とかね、いろいろやってたんですよ、いろいろやってました。ということで今日はね、何を買ってきたかというと、なんかポテチ、バッキーズポテチね、バッキーズポテチと、こぼれてる思いっきりなんかね、ダブル X っていうのと、あとこのスライスブリスケットを買ってきました。これ2個と、これとこれで、なんかね、値段的には税込みで31ドル、そのぐらいです、そのぐらいします。安いもんじゃないです安いもんじゃないです。それを一つ付け加えておきます。決して安いものではないです。こういう食べ物だよっていうのを撮ってます。これね、あとなんかこれなんか多分甘いと思う、これ甘いおやつなんだろう、これ、ブラウンシュガーとか書いてます。あとこれね、じゃあどっちからいってみましょうか。スライスとダブル X、 やっぱダブル X ですよね、やっぱね、やっぱそうかなと思ってるんですけど立たない、これここが網だから立ってくれないです、カメラが。一回ストップ。まずね、開けます。まず開けて、なんかね、もう寒いっすね、風が冷たい。あ、日陰だと、日向だと結構暑いんですけど、ほら12ドル99 13ドルします。安いもんじゃないです、それをお伝えしておきます。逆さ、すごいでしょ、ほら肉が溢れてますね。で、全部食べようとしてます。やばい、食べ過ぎ。こっちは肉がスライスね、ほら。で、取ります。今日はね、バッキーズをたくさん食べて元気を出そうとしてます。取ります、じゃん。こんな食べ物、どっちも牛となっております。まあ、肉の形状が違うと味は一緒ですね、基本ね。バーベキュー、甘辛ソース、すごいでしょう、テキサスなんで。野菜は男らしくないっていう野菜なんか食べてんのって怒られちゃいます、テキサスの人に。野菜なんか食べてたら多分友達やめられます、友達になんないみたいな。野菜食べてたらそれ系、多分それ系だと思う。だからアメリカはね、肉が好きな人にはいいとこなんですよ。肉好きにはたまらない土地柄、まあ、場所にはよりますけどね、もちろん。なんかちょっとハイソサイティなエリアとかに行くと野菜たくさん食べてる人もいるんですけど、ハイソサイティ。でも実はおじさん歯医者も行ってるんですよ、歯医者。まだ痛くないけど治そうと思って、で一本歯クラウンの準備してて、仮の歯なんですよ。だから気をつけてる。
取れないようにね。じゃあ皆さん、このダブル X からいってみましょう。まず肉から、スモーキーで予想通りの味、甘くてこぼれてます。重さはね750g。 わかんない、適当だと言ってます。そこまでないかな。いただきます。ブリスケットサンドイッチ。やばい、水出てきた。大丈夫かな。おじさん、胃腸の調子を整えようとしてるんですよ。その腸の中の通りを良くしようとしてる。だからなんかこういうのがいいかなと思って。なんていうの、なんか やばいでしょ。やばそう、やばそうな食べ物。腸の流れを考えて食べてます。あ、やば、やば、出てきた。風向き考えてます。うわ、冷たい。うわ、あっちの、やば、移動します。うわ、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 あのね、やばい、ここ。ちょっと待機、皆さん、やば、やばいことになってる。うわ、すごい、べちゃべちゃ。わあ、うう、ハハ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 、カドチに行って食べようかなってしてます。これ水がすごい。お邪魔になんないとこ、あの角とかかな。ここが、っていうか椅子がない。ダメだ、場所がない。あ、これまた消防団来てます。この状況だと食べれないんですよ。あそこすごいでしょ、水。ここで食べますか、これ。
いどうもということで、ここで食べます。なんかまだかかるな、なんか気になる、なんかジャバジャバジャバって ここにこっちだな。はいどうもこれで水がかかんないようにしてます。まいった、予想外の展開。予想外、予想しようよって話なんですけどね。ポテチ、仕事できるかな、それをちょっと心配してます。すごい水がここにもかかってくる、ここにでもかかってきます。トラックを越えて、なんか水しぶき映ってるでしょ。かかってます。でもなんせこの天気なんで OK。 見えますかこの天気。快晴、快晴です。これやられるな。これね、いただきます。片手じゃ厳しいかな。こっちは肉がスライスなんで食べ応えがあります。2個目、まぶしすぎる、紫外線がすごい。はいどうもおじさんです。この方がいいでしょ景色。わかんないけど、なんか後ろに教師風景映ってるいいかなと思って。
はい、どうも。食べた。ここ最近毎日運動してるんですよ、一応。体にいいかなと思って。だいたい今日は少なめ、今日5マイル、昨日一昨日は7マイルぐらい、歩きだけなんですけど、歩いてます。まだ分かんないですね、どうなるかね。まあだからとりあえず明日から2週間3週間働いて、で戻ってきて再検査ね。それがおじさんの計画です。再検査あと今日光浴びてます。今ちょっと考えてるのは、今日もう夕方バイク返してこようかなと今ちょっとふと思ってます。また明日から仕事なんで、なんか明日朝連絡して働けますよとかって言って仕事来るんですけど、それから返しに行ってってなると、なんかちょっとバタバタするじゃないですか。だからすごいスリム機、この間この下に潜って油刺すときにガリ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 みたいなガリガリします。かさぶたができてます。クリーパー買おう。クリーパー、あの潜ってコロコロコロって動くやつ、ここなら使えると思う。クリーパー平らだから、そうすれば油刺しが楽。いつも思ってたんですよ、クリーパー必要だなと思って。で話戻るんですけど、そうそう、今日これからトラックなんかちょっと整理して、今まだ6時前ぐらいなんですよ。だから整理して倉庫に持っていくものちょっとまとめて、で倉庫に行ってバイクしまって、で徒歩で帰ってきて、でシャワー浴びて戻ってくる、ここに。そして今日の夜はゆっくりっていうか、いつもゆっくりしてるんですけど、明日の朝仕事開始と。楽しみだな。どこ来るかな。そう、なんかね話したら、なんかそんなに長距離の仕事あんまないよみたいな、タンカーみたいなのはって言ってました。でもそれでいいです。まずは新しいお客様を学ぶっていうね。ワクワクしてます。トラックを壊さないように車庫入れ、トラクターをね。まあ過去5年間の経験を生かして、なるべく壊さないようにやると。あとはどんなとこにどんなお客様がいるかを勉強すると。っていうか、保冷器の使い方とか全く分かんないですよ全くっていうか、なんとなく分かってるんですけど、ほんとなんとなく、なんかインテリセットっていうのを押して種類を選ぶらしいんですよ。そうするとなんかプリセットモードみたいので、なんか温度のプリセットモード、これどういう風に冷やし方を選択して、でその後に温度を入れる、その順番ね。インテリセットを入れてから温度を入れるっていう、温度を入れる、なんだっけな、温度をセットしてからインテリセットを押すと温度がディフォルトに戻っちゃうんですよ。戻っちゃうんですよって知ってるような口聞いてますけど知らないらしいです、謙虚に。あとはなんかプリトリップっていうのするらしいんですよ。で一つ分かんなかったから今さっきメールしたんですけど、来たかな返事、トラックの中だ。なんか空のトレーラーとかピックアップしたりとか、
そしたらこう保冷器をなんか回して問題ないか見るらしいんですよ。だけど僕が聞きたい質問は、例えばドロップ&フックとかでもう積み込み済みのトレーラーってあると思うんですよ。そこに行ってピックアップしてくださいみたいな。でも積み込まれてるみたいな。で後ろに封印もしてて、で保冷器回ってる、冷やしてるウィーって、でそれをピックアップするときにもう冷やしてるじゃないですか。そこでプリトリップとかってやるとその冷やしが止まるじゃないですか、一瞬、まあ一瞬とか20分ぐらいだと思うんですけど、で止まってなんかまあこうチェックする機械を、セルフチェック、いいのかなと思って、してそれがよく分かんなかった、聞いてますそういう状況でも保冷器のプリトリップはするべきなんでしょうかみたいな、うん、ていうか保冷器やってる人からしたらそんなの当たり前だよとかって怒られるかもしれないですけど, 笑っちゃうでしょ、結構適当、大丈夫大丈夫みたいな、プライムいたんでしょ5年もみたいな、 OK みたいな、そんなノリそんなノリなんですよ、ノリとしては軽いノリね。キョンキョンみたいなノリね、キョンキョンわかんないだろうな、キョンキョン、なんかなんとか乗ってるねみたいな歌ね、そんな感じ、軽いノリどうかな、ワクワクとワクワク感もあるんですけど、わかんないだろうなと思って、多分全然わかんないと思う最初。あと時間ね、なんかタンカーと違ってやっぱり時間に結構正確に行かなきゃならないことが多いらしいんで、特にウォルマートのディストリビューションセンターには早くは絶対行かないでくださいって言われたんで、罰金取られるからみたいな、早く行くと罰金が取られるらしいっていうね、驚き、タンカーやってたおじさんから行くとねまあ分かりますけどね、意味はね、トラックがバーッと秩序なく来られても困るみたいな、箱車はやっぱ台数が多いんで、